見えなくなることで見えてくること、見えてくることは見えなくなってくること、ゆえに見えなくなくなることで見えるようにも見えること、そんなに見ることばかりにこだわるな。私はクジラなどではない、ただのものだ。あらゆる島は孤独である、故に引き合う。土に生まれたので電力を受けない。代わりに共造力を使って自分の分身が本人である。視界に向かっている、故にまた離れる。卑弥呼、ここは人の顔がよく見える。双葉、お尻が見える。七代、私は足。タンバリン誕生日、タンバリン誕生日、明日が来るまで誕生日。夕闇が彼を捨てたけど、ゆうこさんが拾ってくれた。その日が彼の誕生日。怪盗たちとバカ騒ぎ、同線たちも歌を歌う。タンバリン誕生日、タンバリン誕生日、彼はミスター誕生日。眠くないから眠らない。記憶の海のその底で、あなたがどんなに忘れても、あの日のあなたを照らしてる。あなたをここまで連れてきた。クジラの目をして見守った。クラゲの手と手でつながった。どんなに遠く離れても、彼が消え、いつかあなたがついえても、あの日のあなたを照らしてる。今この時も照らし続ける。見えない明かり、消せない明かり。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんな感じで、これ一部で全部で30の短い談笑を今回書かせていただいて、もう30周年にちなんで30の談笑で、森さんの作品ってやっぱりこの神に細部が宿る的な、やっぱいろんな要素が響き合って、交響曲のような、交響曲という大げさなものじゃなく、もっとなんかささやかな、でも音楽を物と物とか奏でている感じがあって、それにこうしたくて、細かい断片で結構細部を見つめながら、これについて書いて、あれについて書いてみたいな感じで、短い30の談笑にして、それがまあスペクトラムというテーマもいただいてたので、まあ文体も私が持ってるできる限りいろんな色で出せたらなという感じで、私も森さんのなんか装置の一部になって、こういろいろ見つめながら語りかけてきた言葉を短いつぶやきのようなものにしていきました。あ、そして森さんにこれを金で、すいません、あ、そうなんですか、はい、ここで作って、この30のが、はい、これが全部もう閉じない本で、やっぱり断片なので、はい、帯はこういう感じで従いに、すごい、はい、どうもありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。
じゃあ後ろがもう戻ってきてしまいましたので、次の栗林さん。